初めてだったかな。見せてあげよう、今ここで。シンドバッドはどういうつもりだ。恩人とはいえ敵国の姫に力を見せるのか。いや、シンには何か考えがあるようです。私の技などシンドバッド様に比べたらきっとがっかりなさるでしょう。いいえ、我が国を救ってくださった方です。ぜひ間近で拝見したい。はい。我が身に宿れ、フィネア。我が身に宿れ、ホカロル。それは何より。だがまだ全力を出せるはずだ。あの極大魔法をお見せください。でもこんなところで使っては。私が受け止められないとお思いで。よくせよ、気合と隔絶の精霊よ。我が王に力を集わせ、地上を裁く大いなる激流をもたらさすこと。ホラーゼソーク。すごいな、甲の姫の技。海上戦なら無敵だろう。金属器のせいで戦の仕組みはすっかり変わってしまいましたからね。金属器をいかに手に入れどう使うか、それがこれからの戦の要です。受け止められてしまったわ。でも私まだ戦えましたよ。さすがですね、姫。ですがこれ以上皆を怖がらせるわけにはいきません。我が身に宿れ、ゼパル。二つ目の魔装。アリババ君、耳を塞いでいなさい。ゼパルだ。まずい、あれをやる気だ。可愛らしいお姿ですこと。ですがこれでおしまいよ。お客さん、どうしちまったんだ。眠るように彼女の精神に語りかけたんだ。これがゼパルの力さ。周りにも少し影響を与えてしまうので使いにくいんだけどね。少し